こんばんは、ゆうきーがしゅうです。今日は、ザ・コーエンジのジョージュという芝居についてお話しします。場所はザ・コーエンジ1で行われました。作、斎藤蓮さん。そして演出は、佐藤誠さんです。 これは毎年行われている年末恒例の行事になっておりますがこのピアノの曲とそれから手紙を通じてこの手紙はジョルジュ・スタンドとそれからその弁護士との間で行われるわけですけれどもこの手紙とピアノを通じてショパンを描きショパンと ジョルジュ・サンドとの関係を浮かび上がらせるという芝居でありますジョルジュ・サンドを戸橋誠さんが演じました芝居の中ではオーロールと呼ばれてますがオーロール・デュパンというのがジョルジュ・サンドの本名です まことに愛らしいそして断層の霊人というかあきっぱりとした性格のジョルジュ・サンドを演じていますそして手紙の相手はミッシェルと呼ばれている顧問弁護士そして時には愛人であるかのような話かけ方も見られますこのミッシェルを 白井啓太さんが演じていましたいつも芝居の演出きっぱりとした説得力の強い演出を行ってるんですが白井さんの演技を見るのも、まあ、1年に一度ぐらいなものですけれども前回もそして今回も非常にドラマティックで情熱を感じさせる感情と深みを演じている。 二枚目の役者さんです。そしてピアノは。当初の関本翔平さんに代わって。山口真弘さんが演じられました。非常に色彩豊かで。ドラマティックな演奏だったと思います。芝居は。千八百三十五年の頃から始まりますけれども。 ジジョジュ・サンドが離婚の後、その財産を獲得するために雇った顧問弁護士との間でやり取りが行われます愛するミシェルという手紙から始まって、えー、最近この6歳年下の可愛らしい天使に心惹かれると いっったようなところから始まっていきまてきすそのポーランドにいる頃からすでに天才ピアニスト詩人と言われてきたショパンですけれどもパリに出てきてからこのいろんなコンサートホールではなくていろんなサロンで演奏するようになっていました。その演奏会で 二人は会うわけけですけれどもそして弁護士の方の手紙の中に「彼にはワルシャワに婚約者もいるんだ」ということも指摘してますけれども結局2人は親しくなって肉体も精神もすっかり結ばれてしまうわけです。年になって マヨルカに旅行すするんですけれどもその間ピアノがなかなか気に入ってるプレイエルのピアノがなかなか届かなくて苦労するんですがその時期が最も多くの創作ができた豊かな年であったというふうに言えます。しかしそこで体調が悪くなってきてもともとショパンは体が弱かったんですけれども。 結核の症状が出てきますその年末マヨルカで3人の医者にあたるわけですけれども3人とも無能な医者3人目がやっとのことでトューバキロスウスであるということを見つけますけれどももう手の施しようがないといった状況です。その後転して 状況は少し良くなっていったんですが、徐々に体調は悪くなってきます。パルで別の女と住んでるということが知られて、ワルシャワの婚約者の母親、マリア・ウォージンスカの母親からこの婚約を破棄するという手紙が送られてきました。 ショパンは婚約者のことを愛してたようでこの事態婚約破棄の手紙とそれから婚約の婚約の当初の手紙と婚約破棄の手紙をよ,より大きなより大きな封筒に入れて「我が悲劇」というふうに表に記しております。 その封筒を最後まで引き出しに入れて持っていたという記録がありますまあ、結核となってそして転換も発症していてどんどん体は衰弱していくわけですけれどもやがてパリのバンドームの広場のに面するアパルトマンで、えー、彼は亡くなります 1849年10月17日39歳で亡くなったわけですけれどもその時早々行進曲生前から作ってあった早々行進曲をが演奏されます早々行進曲の途中のあたりから ジョージュルサンドをやってる富樫さん、だんだんぐ涙ぐんできまして、そしてその曲の終わり頃にはすっかり泣いているわけですけれども、あの様子を見てて、ハムレットの役者が演じる様子を見て、平気場は彼にとって何なのかと。 いうことで泣くほどのこともある前にというようなセリフがありますけれども全くこの富樫さんの集中力はすごくて本当に涙していましたその後で回想の場面があってまだノアンの荘園で自分の 犬がじゃれているのを窓から見かけたショパンが軽快な「マズルカ」を弾いていますけれどもその場面で楽しい場面で終わるように芝居ができていましたまあ革命というからポロネーズいろんな曲をここの中で演奏されるわけですけれども山口さんの「 演奏は実に熱がこもっていていいドラマティックなあえ演奏だと思いました途中私の記憶している音と違う部分があって、うん、ミスタッチかあるいは調律ができていないのかというようなことも考えたんですけどもまあよく考えてみればショパンは あの辺りの曲ってのはいろんなバージョンを作っていてで違うバージョンで演奏されたのかもしれません実に多彩な演奏家であるというふうに思いましたよく心情を表していますそしてドラマティックです毎年年末にアメリカンラプソディとジョージオ・ザ・コインジで 演じているわけですけれどもジョージは今回で3度目になりますまあ来年はアメリカン・ラプソディを見ようかなあるいは両方見ようかななどと思いながら過ごしているところですまあ非常によくできた芝居だと思います演劇は 人生の重要な一部であるとお考えの方はチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。